はい、こんにちは、やっとらチャンネルです。今日はね、久しぶりに現単独散歩、久しぶりですね。まあ日頃はやってるんだけどね、投稿で出すのはね、久しぶりですよね。動画で出すのはね、現に現ちょっとマーキングをしたかっております。久しぶりの現単独お散歩、じゃあ行きたいと思いますね。だいぶ暖かくなったから気持ちいいね。じゃあスタート。やっとらチャンネル、げんちゃんお散歩、草だらけ。行くよ。よし、久しぶりのね、げんちゃん一匹のお散歩動画です。まったりげんちゃん。だけどね、やっぱり他のワンちゃん来たりとか、知らないワンちゃん来るとね、強烈に向かいます。この子の特性なのか、遊んでほしいよみたいな感じで、柵越しですと柵をグイグイやります。相変わらず。花子の声が聞こえる。ねねねねね。この間続きされそうになりましたよ、このゲンちゃんは。まあ続きされたらね、あのヤギの方が圧倒的に強いからね。犬よりかはね、それは回避しましたね。ゲン待て、ゲン待て、お顔拭いてあげないとね。いろいろ来たね。最近さ、ポーン見てるとゲンがすごくちっちゃく感じるな。よし、ちょっとね、花粉症なのでね、鼻すするのはね、ご了承ください。ちょぶるのげんちゃん、やっぱね、水一面をかなり持っているので、気をつけないといけない部分はたくさんやっぱありますね。この間ね、トラと喧嘩してたね。バカバカバカ。お互いね、オスでね、きついやつらだから、ボクサーとちょぶるの普段は仲いいんだけどね、なんかの拍子でね、スイッチ入ったりとかするんで。ここ桜はまだ咲いてんだね。これ何の桜だろう。綺麗だね。待て、ゲンと桜。よいしょ、ゲンと桜。犬もね、三半規管がね、人間と同じようにあるからね、揺らしたりとか、ぐるぐる回したりとかすると、あの酔います。酔わせてどうすんの。酔わせたりしないけどね。だからね、あの弱い子とか、あの車に慣れてなくて、その三半規管の弱い子とかなんかは、車酔いする子なんかもいるよね。うちのこっちはね、よく車でお出かけしてるから、車酔いするっていうのはね。げんちゃん一人だとお前さ、自分のペースだからさ、まあ、ガチガチ言ってるじゃん。まあそれでもね、スタスタと言っちゃわないからね、いいんだけどね。げん待て待て、ママの方。ママの方来ちゃった。傷だらけ。傷だらけ。これ全部トラね。トラとの喧嘩。うん。ゲンやられちゃってるよな、いつも、うん、トラ。うちは、まあ、あの世間的に話すとどうかわかんないけど、うちはピットブルよりボクサーの方が強いです。うん。この間ゲンがね、トラにドーンってすっ飛ばされてましたね。水たまりに入ってた。すっ飛ばされて。喧嘩させてるわけでもないし、何かのね、表示でお互いがね、逃げらねえなんてなったのかもしれないけど、ちょっと喧嘩してたね。うん、まあ、それでも普段はね、仲良くしてるから、本当に気が合わないんだったら、もちろん一緒にはさせられないから、別々に買わなきゃいけないとかね、そういうことをいっぱいしなきゃいけないんですけど、クローバーがいっぱいだもん。そろそろ亀吉を出そうか。自然の春の。忙しいの。春の息吹っていうの、春の感じがいっぱい出てきましたよ。後ろで歩くと、見てこい。我が道を行くゲン。待て。ゲン、待て。なんか言うの？何言ってたの？何もいないんだよ。人間には分からないけど、こいつらには何かを感じるんでしょう。何がいる？多分ね、鼻はね、あのうちの子の中では多分一番効くと思います。ここのね、ノズルが一番長いっていうかね。
まあポンもね、グレートデンのポンも長いんだけど、鼻は多分ピットブル効くと思います。かなり草とかフレンチブルドッグが低いからね、やっぱりその分こう匂い分子っていうのはね、シュシュシュって、人間なんてこれしかないでしょ。それに対してこの子こんなにある、ここの期間こうふわーって入ってきて脳に到達するまでに感覚がこれだけいっぱいあるから、鼻はいいですよね。だから口が長い子の方が多分鼻がいいんだと思うけどね。一番ね、だから散歩しててなんかこうクンクンやるのはやっぱあのゲンが一番するね。あの例えば狩猟とかやってるのポインターとかビーグルちゃんとかってもっと鼻がいいんだろうけどね、そのゲンってはね好奇心の旺盛でね、他のワンコの匂いとかねマーキングをしたがるから、たまにね一人でねこうやってなんか自由に散歩させてあげてます。道草を食わせてあげてるっていう、まあ、歩かせるときはちゃんともちろん前にあげたね動画みたいな感じでリーダーウォークとしてちゃんと教えてくるけど、まあ、こんな感じでねどこかにこう突っ走っていっちゃうわけではないから、フリーにさせてるときなんかもあります。まあ、こっちとかなんか種みたいなうちのドッグランの中は雑草だらけにしないでくれよ、種をまいて。まあでもね、こうご主人様を守る能力みたいなのはかなりありますよ。それは見ててわかる。他の人が来たりとか、お客さんだったりとか配達の人とか他のワンちゃんとか来ると感覚がすごいっていうかね、他の子が気づく前にやっぱゲンが一番最初に気づいてワーンって言ってますよ。ワンワンというより、なんだろうな、ヒヒヒン、ヒヒヒンみたいな、ワンワンじゃないんだよね、こいつの吠え方、ヒヒヒヒン、ヒヒヒヒヒンみたいな、ね、ゲンゲン。まあね、さっきから話が脱線ばっかしてるんだけど、ほっぺたにタンポポの種をくれて、まあ、タンポポはね、うちはカメが食べてくれるから、そのまま持ち帰ってください、種を。傷が。傷が。チンピラか、お前。ヤンチャボーイのゲンちゃん、パワー負けしたんだよね、ボクサーのトラちゃんに、ね、ちょっと良くないことだけど、多頭飼いしてるとこんなこともあります。気をつけます、今後はね、もちろんだけどね。ねえ、ゲンちゃん、ピットブルーのこの家族愛ってすごいと思いますよ。あの日本犬もね、家族愛すごいってさ、やっぱりあの来客の人来たりとかすると吠えたりとか結構あるかもしれないけど、ピットブルのねこの家族愛はねすごい強いと思います。待て、このねやっぱ家族に対しての忠実感はねピットブルすごいですよ。ただねやっぱりあの言い方変えると訪問者とかの侵入者に対してのツッコミはねやっぱピットブルすごいですよ。そこら辺はね気をつけないと、まあ、もちろんねあの飼ってる人とかみんな気をつけてると思うけど、郵便屋さんが来たりとかするだけでもねかなり行っちゃうかもしれないし、まあ、この子はね遊びたいの方だから攻撃を加えたりとかはねもちろんないんだけど、その辺はだから玄関の方にはねあのうちのワンコちゃんだけあの行かないようにはしてありますね。ゲン普段ねふざけてるんだよねうちのゲンちゃんはね。本当にそんなにって思うぐらい、例えばニュース見たりとか海外のチャンネルとか見てたりとかするとピットブルってそんなに危ねえかなって思うような感じだよね。ゲン、お前も自分でそう思わんの？僕の仲間ってそんなに危なくないよって言ってやれ世間に。ピットブルお前らね、この変に名前売れてるけどね、本当はね賢いし警察とかでもね使ってるとことかあるんだよね、警察犬としてね。だからね、ちゃんとした教育してあげればね、すごいいい子ですよ。おとなしいです。おとなしいってこんなところに傷だらけになって、説得力ねえよみたいな感じだけど。このね、ピットブルの現地のね、材料紹介っていうのが素敵で、久しぶりのお散歩で、ね、ゲンちゃん。またね、ちょこちょこね、一匹ずつピックアップしたりとかね、ゲンちゃんピックアップとかしたりとかするからね、チャンネル登録して待っててくださいね。ね、ゲン。ゲンのバンザイでまたチャンネル登録して待っててね、みんなよろしくねって。お前が言うんだよ。みんな待っててね、じゃあねー。